要だと、はい、もうそこでどんなに自分がね、それによっても救われたかと、はい、だから人間っていうのは誰かに期待されてるって思った瞬間にやっぱ頑張れるっていうか力が出るんだっていうことをすごいおっしゃってましたよね。うん、うん、ちょうどあの事件がある7ヶ月ぐらい前の2021年の年末に、あ、2011年の年末、あの最後のご対談の、あ、はいはい、21年のね、そうですね、でそういうことはあのそれ以前にもね、百田さんがいらっしゃるところで安倍さんは言ってましたね、百田さんに対してね。そうですね、うん、だからそこで、うん、2012年の、はい、あの対談していただいて、うん、やっぱりそこでも打って出るべきだと総裁選に、あ、言ってたね。百田さんかなり 初対面なんですけど、うん、ものすごい厳しい言葉を、それは何、その2012年の、はい、まだ安倍さんが総裁選に出るとか言ってない時に、そうです、初めての対談、ちょっと迷われてたと思うんですよ、うんうんうん、で皆さんから出ない方がいいとか言われて、うんうんうん、その迷われてる時に対談していただいて、うん、百田さんが相当強く出るべきだと、ああそうですか、はい、うーん、ウィルに乗ってるんですけど、うん、かなりあの初対面なんですけど、うん、激しい言葉を、へー、はい、そう、そうですね、それかなり響いたと思いますね。そうなんですよね、百田さんはそういうところはすごくはっきりしてるから、うん、で、やっぱり安倍さんとね、でもね、安倍総理を挟んでですね、安倍総理がいらっしゃって、うん、例えば百田さんがいて、まあ、他に誰かもいてとかっていう感じで、はい、何度も私食事をさせていただいたことあるんですけど、その時はね、百田さんって安倍さんに対して何にも言わないんですよ。あんなによく喋る百田さんが、安倍さんとの会食の席では本当に黙って聞き役、はいはい、だからそれはすごく珍しい場面だと思う。うん、あ、そうですね、激しく言うとか、しかも初対面ですからね。あ、そうですか、百田さんと安倍総理は、へー、はい、なるほどね、それぐらい熱い思いだったと思うんで、うん、打って出るべきだと、打って出るべきだと、ここで周りはみんな反対してたんですよ、今で打って出て、うん、まあ、石石の戦い、そうですね、石破さんと 石原伸晃さんの戦いで、うんうん、ここで負けたらもう完全に終わりと、はい、もうこれで政治生命終わるからって言ってましたよ ね、 そうですね、だからみんな出るべきじゃないって言ってたんだけど、はい、そこで打って出るべきだと、そうです、うん、それは相当背中を押して、なるほどな、それは総理もおっしゃってましたけどね。でやっぱ百田さんは本当に勝負好きだからね。そうですね、当時から、うん、だから皆さん分かってほしいんですけど、その百田さんが今回都知事選は見送ったんですよ、日本の首相として、はい、やっぱりね、この意味をね、実は言えないこともたくさんあるんですね、はい、それを見送った理由っていうのはいくつもあるんですけど、はい、まあ、それについてはその百田さんが見送ってるんですからということですね。そうですね、まさに勝負師なんですよね、直感はすごいと、そう思います、確かにそうなんですよ、うん、でね、まあ、その安倍さんとの言ってみれば百田さんと安倍さんとの出会いってものを、まあ、作った人だよね。で、まあ、安倍総理は編集長ですからね、ちょっとこうやり取りは、うん、まあ、それはそうなんですけど、はい、でも沼尻さんが百田さんに、まあ、はい、まあ、そこはああいう雑誌でね、まあ、政治的なことを書かれるという場面を用意しなければありえない話ですからね、はい、ありがたい話ですね。いや、これは本当にすごいんですよ、うん、もうその大ステージをやっぱ作ったわけですから、とんでもないです。ぜひこれを、安倍晋三物語、はい、うん、これを読んでいただきたいんです、うん、はい、ですね、はい、結構感動、あきえさん、それ有本さんの安倍総理との出会いっていうのはあんまり聞いたことないんですけど、はい、大きな集まりなんかで会って最初にご挨拶をしたというのはですね、安倍総理が1回目総理を辞めた直後だったと思います、はい、直後って言ってもまあ1年ぐらいは経ってたと思いますね、はいはい、うん、それでですね、2007年ぐらいですね、このすごい間近でしっかりとこう顔を見る形でお話を初めてしたのは、はい、2009年にですね、下野しましたね、自民党が、うんうん、その割とすぐ後です。すぐ後にそれこそさっきお名前が出た金美玲先生のお家のホームパーティー、はい、で金先生 の、 あのホームパーティーっていうのはね、私は1994年からちょくちょく呼んでいただいてて、94年からやってるんですか。やってます。なんでかというとね、金先生はもともとね、
その新宿御苑の、はいはい、御苑見下ろすところで、はい、ホームパーティーずっとやってて、うん、で私はちょうどその当時1994年に初めて金先生を雑誌で自分のやってた雑誌でインタビューしたんですよ、はい、その頃に先生はねテレビデビューしたんですよ、はい、60歳ぐらいになってテレビデビューした人で、それでその時にね私最初にテレビでパッと金先生見た時にすごい鮮烈な印象で、はいはい、これだけズバッと言う人はなかなかいらっしゃらないなと、うん、それでこう素敵なねなんていうか白髪でね、あこの人誰と思ったわけ、はいはい、ですぐ調べて、で金美玲さんっていう人だと、はい、早稲田で当時教えてらしたんですよね、はい、英文学を、はい、で誰か知り合いないかなっていうことで辿って、金先生の早稲田の時の教え子だったという、まあ、ある出版社の編集者がいて、でその人を介して金先生に連絡した、はい、そしたら、あ旅行雑誌だったらいいわよ、私旅行大好きだからもう受けるわって言って行ったんです、うんうんうん、でまあ、そういうことから私94年からだからちょくちょく金先生のそのパーティーに花見だ花見だっていう時にあなたもいらっしゃいよって言って来てくだす、呼んでいただいてた。でそこで2009年に自民党ゲアしたすぐ後の、はい、そうですね、夏のパーティーだったか春のパーティーだったか忘れましたけど、そこに行ったんですよ。花田編集長もいらっしゃいました。で、そこに安倍晋三さん、はい、稲田智美さん、それから新藤義孝さん、はい、あと何人か来ておられましたね。うーん、まあいわゆる安倍チーム安倍ですよ、ね、ですから安倍さんがゲアしてた時でも安倍さんの周りにおられた人たちですね、うん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 、山谷えり子さんもいたかな、はい、でそういう人たちがいたんです。で私も行きました。でいろんな例えばその往年の名俳優の池部亮さんとかね、そういうゲストがいたんですけど、安倍さんがもうね、その例えば池部亮さんとかね、こういう方々にもうさりげなくものすごい気を使ってる様子を見て、ね、安倍晋三さんってこんないい人なんだと思って、はいはい、で私はこう失礼ながらね、いやここまでいい人だとね、はい、やっぱりほら総理をやるってのはさ、悪い人じゃないとダメだったりするとかあるじゃないですか、世界中すごい腹黒いし、政界も腹黒いし、はい、だからいや安倍さんきっとね、その第一次政権であんまりね、その総理長くやれなかったのでね、うん、お人が良すぎんだろうなと、品が良すぎるんだろうなと思ったんですよ、うんうん、金先生にもそれ言いました、はい、いやちょっと安倍晋三さんはね、やっぱり総理大臣やるのにはちょっといい人すぎませんかと、うんうんうん、でご病気もあったし、やっぱりご病気があってね、はい、あれだけ人に気を使ういい人だとね、ちょっともう総理をやっていただくのはちょっと申し訳ないぐらいな感じですね、と、はい、その時が初めてです。あ、でその時に、まあ、安倍さんそうやってすごく多くの人に気を使っておられたんですけど、私なんか多分そこにいた中で最年少ぐらいで、あ、一番気楽な人間じゃないですか、まあ、言ってみれば、で我々のところにも来られて、まあホームパーティーですからね、はい、砕けてるでしょ、はい、でそこに安倍さん来られて、私ととあるメディアの女性の方とのところに安倍さん来られて、で3人で喋ったというのが最初です、うん、でもその時にもういきなりまあいわゆるスパイの話をしておられましたね、総理が、安倍さんが、はい、スパイの話、はい、第一次政権の時にかなり近いところに、スパイがいたという話をしてました。びっくりしました。ということで、はあ、うん、だからなんかすごくその時にね、はい、まあ私のことをそれほど知っておられたわけでもないでしょうけども、うん、すごく、まあ、私はその中に当日のその中ではかなり若い方で、うん、でまあ、いわゆる台湾派で、まあ、金先生が一応可愛がってるということだからということで信頼したかもしれませんし、一応その当時に私が書いたものも少し読んでくださっていて、うん、それでそういう話をしても大丈夫と思ったんでしょう。あ、うん、そこからのお付き合いなんですね、うん、スパイがいたっていう話はされてました。それでその後2012年に、まあ、帰り咲かれる直前に、はいはいはい、例えば沖縄でやったシンポジウムとかで一緒に登壇させてもらったりとか、そういう場面はありましたね。でそこでいろいろ話をするとか、はいはい、で帰り咲かれてからはしばらくはもちろん向こうは総理になられたわけだから、はい、全然そんな接触はなかったんですけど、1年ぐらい経ってから、
まあ、ある人の仲介っていうかあって、うん、2013年だったかなぐらいにお食事した、はいはいはい、そこでだから久しぶりにあのお目にかかったっていう感じでしたね。その後でも、うん、百田さん情報ですけど総理から直接選挙のお誘いがあったんですよね。ああ出馬ですか。はい出馬の。そうですね生電話、まあ、百田さんがベラベラ喋ってそうですね。へえ。まあ断ったと、まあ、断ったからいや断ったって言うとなんかひどい話ですけど、はい、まあねあのやっぱりこう言いましたよ。その私はね安倍総理が、はい、あの安倍総理が、おっしゃることだったら、うん、私で役に立つことだったらどんなことでもしたいと思ってますと、うん、まあ、しかし選挙に出ることだけはちょっとと。ああそうなんですね、うんうん、で当時ねあのそろそろ私も親の介護も入ってましたんで、とてもじゃないけどそういうことはちょっとやっぱり自分にちょっと自由時間の自由がないとできないじゃないですか、親の、あの地方にいる親がね、はい、ですからまあそういうこともありましてということでお話をしましたね、その時総理はもう納得されたんですか。結構粘ったとかそういう。いやあのそれは普通に聞いてくださって、はい、あそうかそうって言って、うん、あなるほどねとか。でもあそうそうその時にねすごい印象的だったのはね、あそうそれは悪かったねと言ってね、あいや悪かったなんて別に言っていただくのは ね, ねあれなんだけど安倍さんらしいと思います ね, いですね、うん、いやそういう事情だったら悪かったねと、あの言われましたね。ただまあそのそういうね、まあ、私に対するそれのお誘いはまあともかくとして、はい、私結構印象残ってるのはね、うん、まあ、どうしても今日はねやっぱり安倍さんの命日の直後だから安倍さんの話になるんですけど、はいはい、あの月刊花田で、はい、安倍昭恵さんのことを書かせていただいたことがあるんですよ。あ、はい、であの時はまだ私は昭恵さんと特に仲良しだったわけでも何でもないんです、うん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 、1回か2回会ったことがあるぐらいでそんな別に親しく話もしてなかった、総理とはあのもちろんある程度のねあのお話をさせていただいてたけど昭恵夫人については特にそういうことがなかったんですよ、うん、でもあの盛りかけでね昭恵さんに対するもう叩き方があんまりにもひどくて、はい、メディアの、もうこれひどすぎるだろうということで、はい、花田さんから、はい、まあ、その前に多分花田さんもいらっしゃるところで、はい、いやちょっと昭恵さんに対するバッシングひどすぎますよねっていう話をしてたんですよ、はいはい、そしたら花田さんから電話かかってきて昭恵さんについて書いてよと、うん、で最初は私ね、いや私昭恵さんの人となりはあんま知らないですよと言ったんですね。で、あの花田さんが、まあ、有本さん年も近いし、うん、でまあ、同い年なんですけど、でね、やっぱり保守派の中にはね、昭恵夫人に対してすっごい厳しい人もいる、昭恵さんの振る舞いに対してすごい批判的なことを言ってた人もいるけど、うん、まあ、有本さんはそうではないので、はい、やっぱりあの今回のね、このバッシングがあの普通に見ててひどいよっていう話を書いてほしいと言われたんで、うん、はい、あじゃあ分かりましたいいですよと、それで、ついては、うん、まあ、あの月刊花田の編集者にね、はい、ちょっと調べてほしいと、あの朝日新聞がね、はいはい、昭恵夫人のことをどれだけ扱ってるか、これをちょっとその数量的にあの見たいと言ったら、うん、あのまず社説を全部引っ張ってきてくれて、うん、それの中で社説の中でどれぐらい昭恵さん扱ってるか、うん、1年間の中で朝日の社説で41回出てきてるわけ、昭恵さんのことが。しかも証人喚問に呼べって話ですよ、これはちょっとひどすぎるだろうということで、はいはい、それでもうこの数字でだけでいけるよねと、あと他のいろんなねその朝日が書いてるむちゃくちゃなことですよ、これをもう抜粋するだけでいかにひどいバッシングが行われてるかっていうのはもう分かるよねと、でそれを私書きました。で書いたら、月刊花田って毎月26日発売ですけど、だいたい 2,3 日前に我々書き手のところに来るじゃないですか、掲載誌がね、はい、私のところにまだ掲載誌が来たか来ないかの日の朝に、はい、朝6時に安倍総理からメールがあって、昭恵、はい、についてね、あの本当に昭恵を擁護することを書いてくれてありがとうと、はいはいはい、朝6時ですよ、えー、だからね、花田さんがどうもその時に
まずすごい真っ先に届けたらしいんですけど、はい、それを多分早朝お読みになったんでしょうね。へー、あ、そうなんですか、うん、で私もね、朝そんなに早くね、誰だろうメールと思ったら安倍総理で、へー、うん、いやだからやっぱり奥様のことはすごくね心痛めておられたんだなと思いましたね。総理らしいですね。らしいですよね。だからそれまで例えばね、安倍政権に対して好意的なとかそういうものを書いても別に総理からそう何かそういうことがあるって全然ないわけですよ、はい、特にないわけですね、はい、だけどやっぱ昭恵さんのあれに関してだけは本当にもうしっかりと、うん、自分がいくら叩かれてもやっぱり平気だったでしょうね、やっぱり夫婦のいい、ね、ご夫婦のねやっぱり絆ってものを感じましたよね、はあ、であれは別に総理も多分ご存知なかったでしょ、うん、私のその昭恵さんに対するね論文が載るってことは全く知らなくてだったと思いますから、そうあれが一番印象に残ってるかな、はあ、その後選挙でも結構山口にあそうですそうです2017年のね選挙の時に行きましたね、でその時にね今思えばね黒川敦彦翼の党の、はい、彼が候補者として山口4区に出ていて、はい、それで山本太郎氏のところから出て、で昭恵さんを街宣車で追っかけましたね、うんうん、あれをもうちょっとちゃんと見とくべきだったわ、はいはい、と思います、ね、その頃からやってたってやつですね。そう、なるほどね、まあすごくねそのいろんなことがありましたけど、でも安倍さんが亡くなったってやっぱり未だにちょっと時々信じられないことが信じられないですね、やっぱりそれは、まあ、それでも2年経ってねなんか本当に本当にいらっしゃらないんだねというふうに思うことあるけど、でもやっぱりなんか信じられないっていうか、皆さんそうおっしゃいますよね、あとはまあそうですね、安倍さんに関してはそのそれこそ花田編集長からあれ書いてよって言われたことで印象残ってるのはそのウイグル問題で、ウイグル人と実は安倍さんがまだ総理だった時に、在日ウイグル人の人たちと昭恵さんとの食事会をセットしたことがある、はいはい、でこれもねやっぱり総理夫人ですから、今だったらねお辞めになって総理がお辞めになった後だったら昭恵さんもある程度自由な立場ですけど、全く現役のファーストレディですからね。そうです、でもやっぱ現役のファーストレディが彼彼女らに会ってあげるっていうのはすごく力になるんですよ。そうですね、みんな泣いてましたからね、本当に。だけどやっぱ途中で漏れたら妨害されるしね、っていうこと で昭恵さんはそのウイグル人に会いたい、ウイグル料理とかウイグル人の文化っていうのも知ってみたいと、いうことだったから、じゃあ分かりましたということでお店をその前にねミャンマーのことでいろいろ話とかしてるんですけど、でまあちょっと仲良くなって、でウイグル人のことをもっと自分は知りたいと、本当にあれひどいわよねという話で、ただ現役のファーストレディですからこれはもう本当に大変だなと思って、まあ大密裏にその店を全部クローズドっていうか要するに貸し切りにさせてくれと、で情報出ないようにしてくれと言って、でウイグル人もそこにまあ呼ぶウイグル人もね、まあ信頼できる人だけって言ったらおかしいけど、まあ日本国籍を取ってる人で、まあ私も知ってる人で、このぐらいの人選にしましょうと言って、あの時瀬尾さんも来てください。瀬尾さんにも声かけて、で昭恵さんと、まあ、まあその場はやっぱりそれなりに楽しく、でも彼らの話を聞いてすごく昭恵さんもまあもうどうしたらいいかしらっていう感じで、有本さんもやっぱあれですね、人をやっぱつなげるのが、いやいやそういうことないんですよ、それは頼まれたからね。いやいやいや、でその時ねすっごい寒い日だったの、めちゃくちゃ寒い日の夜だったんですけど、まあ話が、まあ、ある程度盛り上がってっていうかね、7時ぐらいからですかね、6時半か7時ぐらいから始めて9時ぐらいに、まあ俗に言う縁も竹縄っていうかね、悲しい話を聞いてんですけど、まあ、そんな感じで、そうなった時にですね9時過ぎに多分総理は
それまでいろんな人と会食したりしてるじゃないですか、はい、で総理から電話が入って、で昭恵さんが、昭恵さんの電話に総理から電話が入って、はい、で昭恵さんが有本さんちょっと変わってほしい、あの主人からで変わってほしいって言ってると、で私も変わりました。でいや、あの昭恵さんにね、あの、まあ、友人にお話聞いていただいてて本当にありがたいと思ってますと、みんな感謝してますというふうに言ったら、うん、あそうなの、今日雪が降るらしいからね、あのほどほどにしてあんまり遅くならないようにねって、なんかお兄さんみたいな、あの、あんまり遅くなりすぎないようにね、みんなあの帰れなくなっちゃうよみたいな感じだったわけ。それで、あのそしたらね、ちょっともう一回あのじゃあ昭恵に戻してくれるって言って、昭恵さんに戻したら、直接そこにいるウイグル人たちと話をすると総理が言って、それで、全員に電話かかってくれって言って、その、まあ、在日ウイグル人で、あその時ね、私にもね、そこにいる人何人いるのと、何人いるのって言われたんで、何人いますと、で全員が、ウイグル人ですけれども全員日本国籍者ですと、日本人ですと、日本国民ですと言ったら、あそうなのねって言って、分かったって、じゃあちょっと昭恵にもう一回変わってくれるって言って昭恵さんに戻したら、その全員と電話を変わりたい、あの話したいというふうにおっしゃって、それで皆さんに電話を渡しました、はい、もうみんな本当に泣いてましたよ、電話をして。でやっぱり、総理と話ができたっていうことで、あの本当に良かったですと。で一人の人がねこう言ってましたよ、その自分たちはね本当にもう夜になると家族のことを思い出して、うん、その家族が今どんな目に遭ってるだろうって、うん、で連絡取ることもできない、でもう本当にね明日の朝が迎えられるだろうかとか、うん、ちょっと家族のこと考えると頭がおかしくなりそうな、あの気がおかしくなりそうなことがあるんですと。でも今日やっぱり昭恵夫人に会えて、安倍総理からも直接言葉をかけてもらえたので、あの頑張って生きていけるって思って、うん、やっぱこれはね本当にこのご夫妻は素晴らしいなと思いましたね、うんうん、だって総理だって疲れてたでしょうにね、うん、その一人お一人とまあ本当に短い時間ですけどね、やっぱり話をするのだってまあ面倒くさいって言えば面倒くさいですよ、うん、一日中 ね、うん、そうですね、朝から晩までね国のいろんな問題でね疲れてて、で9時半ぐらいだったですかねそれは。だけどやっぱりそこでね言葉をかけた人たちはもう一生忘れませんからね、そうですね、うん、いやめちゃくちゃいい話ですね、いや、あ皆さん沼尻さんのねいい話まだありますか、ね、何にもないです。あのここらでちょっと蓋をしたいと思います。はい、蓋してくださいって皆さん書いてるんですけど、はい、すということでですね、まあ、YouTube でご覧になった方はここまでです、はい、よろしければですね、沼尻さん実はねいろいろネタ持ってんだよね。何にもないですよ、本当にないです。さっきの、ね、本作ってる日本維新の会の時 の、ね、の方と叱るべき方と話をした話とかですね、はい、ねえ逆に伺いたいです、有本さんにいろいろ。いやいやいや、はい、最近私もね立場がこんなになっちゃったもんだからあんまりネタが入ってこなかったりするんですけど、ね、いやいやいや、はい、はい、ですからね、うん、皆さん、ちょっと沼尻さんの持ってるここだけの話というのをですね、いやいやいや、とんでもないです、もうないです、聞きたいでしょ、ないでございます。ということでですね、もう何しろ安倍晋三と百田直樹をつなげた男ですから、ね、いえいえとんでもございません、はい、ということでですね皆さん今日もどうもありがとうございました。ありがとうございます。ここから先のですね、はい、ここだけの話を聞きたい方はぜひともおニコニコプラス、有本香里チャンネルプラスの方まで、お越しください。よろしくお願いいたします。じゃあ渡辺さんお願いします。